皆さんこんにちは。今回は抹茶のシフォンケーキを作ります。まず卵黄を割りほぐし、抹茶と砂糖を加えて白っぽくなるまですり混ぜてください。白っぽくなったら次にサラダ油と牛乳を加えてさらに混ぜてください。ここまで混ぜたら次は粉類をふるい入れて、しっかりと混ぜてください。ここまでできたら一旦生地を置いておきます。生地の次は卵白を泡立てます。この時砂糖を数回に分けて入れて泡立てます。しっかりと角が立つまで泡立ててください。メレンゲができたら生地に3分の1ほど加えて切り混ぜてください。しっかりと混ざったら残りのメレンゲを入れて切り混ぜます。生地が出来上がったら型に入れて空気を抜いてください。空気を抜いたら焼成です。170度で22分から25分焼いたら焼き上がりです。無事に焼き上がりました。ここまでできたらお好みでトッピングなどをして仕上げてください。今回は以前使った抹茶クリームと甘納豆を使用してみました。生地をくり抜いて中にクリームと甘納豆を入れて完成です。